夏島は日本海軍の雑役船特務艇。片桐大寺の研究によれば、艇名は横須賀港の夏島によるとされる。1918年から始まった追浜飛行場建設工事により島は陸続きとなった。現在の横須賀市夏島町にある。本艇は各軍港、洋港を警備するための機雷敷設艇で日本海軍で 初めての大型不設図艇である。それまでは70トンの木造船に始まり300トンの中型艇を使用していた。本艇に、ついで側転型不設特と組む艇が建造された。福井志雄によると、本艇は側転型不設特と組む艇と同型とされる。ただし写真を見る限り監視形状、全部マストの高さ、探偵搭載位置などに側転型との違いが見られる。 1909年4月15日に、今年度予算で製造する500トンマインボートを、夏島丸と命名、1911年6月に、雑役船として巡航、横須賀防備隊に所属した。1918年から、二の島丸の巡航後、夏島丸は、横須賀から後防備隊に所属替えの予定とされた。1920年7月1日に、 夏島丸は夏島と改名された。同日、特務艇類別標準が制定され、雑役戦にあった不設艇は特務艇に編入、夏島は二等不設艇に類別された。この年、夏島はほぼ帯に所属変更となり、7月27日に横須賀港で開港員に引き渡された。なお二の島は同年10月15日に竣工している。 1923年4月1日、二等不設定より除かれ、雑役船に戻って練習船に指定された。1924年1月25日海軍兵学校へ引き渡され、艦船の発着訓練に使用された。1926年には他の艦艇の補充により、海軍兵学校では不要となり、7月16日臨時付属解除の要望が上がり、 同年9月25日官能人挙、10月27日、呉海軍公務部に官能された。港務部補完中の夏島は、戦隊老朽のため1926年1月11日に廃船の上進がなされ、2月4日、廃船人挙、2月28日廃船とされた。3月28日、旧夏島は呉海軍交渉へ引き渡され、 同年8月27日に1万5千円で売却された。買い受け人は改造修理し、機船開口丸として運用の予定だった。日本海軍全艦艇止 P879 掲載の夏島丸の写真と側転型との比較。ありがとうございます。